ゼレンスキー大統領、防空システムが完璧に作動、1週間で 93% のドローン撃墜。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍がこの1週間で112機のドローン攻撃を仕掛けたものの、およそ 93% に当たる104機を撃墜したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は16日、一晩の間にロシア軍のイラン製ドローン30機を撃墜したと明らかにしました。この1週間では、ドローン112機のうちおよそ 93% に当たる104機を撃墜したということです。また弾道ミサイルも迎撃したと述べ、西側諸国から供与された防空システムが完璧に作動していると感謝の意を示しました。本格的な冬を迎え、ロシア軍はインフラ施設への攻撃を強めていて、ゼレンスキー大統領は防空能力をさらに強化していくと述べ、各国に対し追加支援を呼びかけています。 ユーは何しにベトナムへ。ハノイで笑顔を振りまく習近平からにじみ出る焦りの正体。12月12日から13日にかけて、習近平がベトナムの首都ハノイを訪問した。国賓として妻のホーレイエンを伴った訪問であり、序列第5位の政治局員の蔡奇、共産党中央外事工作委員会弁公室主任と外相を兼務する王毅も同行している。ただその目的は明確ではない。テレビ番組のフレーズではないが、ユーは何しにベトナムへ、そんな感じなのだ。この時期になぜベトナムを訪問したのか。表向きの目的は、ベトナムの最高指導者であるグエン・フー・チョン書記長と会談して、両国が運命共同体であることを強調するためとされる。しかしそんなことを強調して何になるのであろうか。1979年の中越戦争を思い出せばわかるように、中国とベトナムは仲が悪い。心の中では双方ともに運命共同体などとは思っていないだろう。虚しいだけである。それでも習近平は社会主義国の指導者らしく、ホーチミン廟に花輪を捧げた。9月に訪問したバイデン米大統領は、ホーチミン廟を訪問することはなかったから、この辺りは社会主義国の指導者ならではと言えよう。レーニン、毛沢東、カストロと並んで共産革命を成し遂げたホーチミンの平等に花輪を捧げて、習近平は何を思ったのであろうか。彼は中国では絶大な権力を有しているが、未来の歴史の教科書における扱いはホーチミンよりもずっと地味なものになるだろう。参拝の最中、習近平の脳裏にそんな思いがよぎったのではないだろうか。この9月のバイデンのハノイ訪問、そして11月のボー・バン・ドン国家主席の日本訪問によって、ベトナムと米国、そして日本との国交は最高水準に引き上げられた。今回の習近平の訪問は、ベトナムが過度に米国や日本に近づくことを牽制するためと解釈されている。大きな見方としてそれで正しいと思う。だがその内実は少々異なっている。習近平はチョン書記長からの度重なる要請に応えて訪越した。中国は経済の方向性を決める大事な会議である中央委員会第3回全体会議、三中全会を未だに開催していない。三中全会は政権が発足した次の年の秋に開催することが通例である。習近平の3期目は昨年2022年秋に始まったから、本来ならばこの秋に三中全会を開催しなければならないが、よほどの事情があるのだろう。そしてその事情とは、誰もが不動産バブルが崩壊したために方針が決められないためだと思う。そんな混乱した時期になぜベトナムを訪問しなければならなかったのだろうか。習近平は米国で開催された APEC への参加も躊躇していたくらいだ。ベトナムごとき小国に時間を割かなくてもよかったはずだ。支持率ガタ落ちで岸田政権が大ピンチ。その裏で前原新党が持っている重大な意味。波乱の船出。11月30日に国会内で記者会見した前原誠司国民民主党代表代行は、新党教育無償化を実現する会を結成する意向を明らかにした。
この前原氏の新党には国民民主党からは斉藤アレックス、鈴木敦氏の両衆院議員、加田由紀子参院議員、そして立憲民主党を離党して無所属となっていた徳永久志衆院議員が合流し、前原氏を含めた5人の議員で新党が発足することも伝えられた。こうした前原氏の行動の背景には、来年2月の京都市長選をめぐる京都府内の情勢が影響を及ぼしていると言われている。しかし、それだけが理由で党を割って新党結成にまで至るとは考えにくい。また、より対極的な視点に立っても、今後の日本政治に一石を投じるものという側面を指摘できる。日本政治のダイナミズムとして、こうした新党結成の動きは政治を活性化させる作用もあることから、筆者は全く前原氏の行動を否定するどころか、むしろ肯定的に捉える点もあると考えている。前原氏の行動を読み解く際には、平成期にみんなの党を除籍された江田賢治を代表として発足した結納党がリーディングケースとなる。つまり前原新党は令和の時代の中でかつて結納党が果たした役割を果たそうとしている可能性がある。自民党の政治資金問題でかき消されてしまった感は否めないものの、前原氏の行動が現代日本政治に持つ重要な意味を考えてみよう。計りごとの正当性。前原新党の結党については、結党6日前の11月24日に京都新聞が国民前原代表代行離党の意向、党が補正予算案賛成なら新党設立も視野という速報記事を出していた。ところがこの記事に対して前原氏は誤報と断じ、 SNS やメディアを通じて強く否定していた。24日に前原氏は補正予算の賛否を理由に重大な政治決断をすることはありません、本人に確認することもなくこのような記事を書くとは誤報ですと SNS に投稿。しかし結局前原氏は同日の本会議でこの補正予算に賛成し、最終的に補正予算の成立翌日に新党結成を発表したのであった。この京都新聞の記事では離党の理由について玉木雄一郎代表が賛成する方針を示唆しているためと記載しているが、前原氏自身もこれに反発したのだと12月1日にアベマの番組アベプラにおいて語っている。なるほど、前原氏の説明も納得できる部分はあるが、補正予算成立後の離党という客観的事実を見れば京都新聞の報道は全くの誤報とは言えないだろう。さらに前原氏は自身の離党とこの新党結成を計りごとと述べ、国民民主党の榛葉克也幹事長が主張する前原氏が離党はしないと明言したことにも理由があったと正当化した。しかしこの一件で新党結成の発表の直前での誤報騒動や計りごと発言により、前原新党に対する受け止め方は複雑なものとなり、一部の国民から嘘つきという批判を招くこととなってしまった。駆け込みの年末新党に対する批判、前原新党に対する一部の批判的な視点は全く故なきものではない。その一つは年末に駆け込みで新党を結成してしまったように見えるところだろう。これには現在の政党政治を縛っている政党交付金の存在が関係している。国民の税金を原資とする2024年分の政党交付金の獲得をするためには、1月1日までに政党要件を満たす必要があった。政党助成法第2条による規定により、政党交付金の交付対象となる法人格を持つ政党は、国会議員5人以上を有する政治団体、ないしは国会議員を有し、かつ前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙、もしくは比例代表選挙、または前回もしくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙、もしくは比例代表選挙で得票率が 2% 以上の政治団体に限られている。つまり、年内に国会議員を5人集めなければ、翌年の政治活動に必要な政党交付金の受給条件を満たせなかったわけだ。前日の結納党は、この年末駆け込み新党の号令であった。
2013年当時、みんなの党の内部では、与党自民党に接近する党首の渡辺芳美氏に対して、あくまで野党の救合を目指した江田氏との路線対立が激化し、党が分裂することとなった。自民党を含む与党と協力して政策を実現しようとする玉木雄一郎代表が渡辺氏に、非自民、非共産の枠組みの政権交代にこだわる前原氏が江田氏に、重なって見えるのは筆者だけではないだろう。こうしてみんなの党から分裂した江田氏を中心とする結の党も、政党交付金を獲得する政党要件の基準日の翌年1月1日に合わせて、2013年の年末に5人以上の国会議員をもって結党することとなった。その結果、政党交付金を得たが、この手法は金目当ての年末新党として揶揄されることともなった。この事例に倣って前原氏も政党交付金を獲得するために5人の国会議員を集めて年末に結党したということなのだろう。しかし結の党と同じく金目当ての年末新党という批判を受けることとなった。